この動画は濃いめのガンダムオタクレイムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。さて、今日はこいつ。MS-06、ザク2の解説よ。おお、宇宙世紀の傑作モビルスーツ。ザクなんだぜ。傑作ねえ。なんだ、また何かあるのか。それも踏まえて、ザク2の解説と、考察をしていこうと思うわ。さて、ザク2は機動戦士ガンダムの代表的なモビルスーツよね。ガンダムの敵と言ったら、これなんだぜ。ちなみになのだけど、アニメ機動戦士ガンダムで一番最初に登場したモビルスーツがこのザク2よ。記念すべき第1話のオープニング映像でも、ガンダムよりザクが先に登場して、ナレーションでもザクが登場して、ストーリーの始まりも、ザク2から始まっているわ。え、そんなにだったっけ？そうよ。まずはオープニング。ほらこの部分、ガンダムが出るよりも前にザクが出てくるのよ。おう、そうだったか。そしてアニメが始まったら、人類が増えすぎた人口王の、ナレーションが始まって、ほら、ここでもザクが映ってるわ。おう、これはもう、映し方の手法よね。オープニングの、巨大な敵王の部分でバッチリザクを映して、そこから流れるように主役機がバン、バン、バンと現れる構図。つまるところ、オープニングの主役は確かにガンダムだけども、オープニングの柱、主軸はザクなのよ。ザクをしっかりと最初に書いて、皆さんこれが敵です、敵です、敵です。からの主役機のかっこいいシーンだもの。歌詞だって、撃てよ、撃てよ、撃てよとか、正義の怒りをぶつけろとか、どこに撃つのよ、何にぶつけるのよ、の相手がちゃんとザクとして登場してるのは、本当にわかりやすいわよねー。そしてナレーションでも、世界観とジオン広告の説明をしながらも、しっかりとザクを映して、こいつらが敵です、悪い奴ですとアピールしてからの、タイトルコール、ガンダム第一に立つ、からの、ザクよ。完璧よね。本当に、敵です、ガンダムがこいつらを撃ちます。こいつらは悪い奴ですとたっぷりたっぷりと冒頭で語って、ガンダムのストーリー冒頭はこのザクたちが主軸で進むのだもの、ゾクゾクしちゃうわ。主人公よりも、ガンダムよりもザクが最初に何度も何度も何度も登場してるのだから。さて、そんなザクの性能はこんな感じ。出力が 976kW に、装備や燃料全部込みの重量 73.3トン。水力が 43,300kg に、装甲は超高スチール合金ね。ふむ、それで比較対象は？ないわ。は？良いのよ、まだなくて。この頃はまだ連邦にモビルスーツなんてものはないから、完全な無双状態だったのだからね。現実だってそうじゃない？こっちの戦闘機とあっちの戦闘機どっちが優秀なのか、は比較できるけど、戦車と戦闘機どっちがって話になったら、それはもう性能比較ではなくて存在そのものの比較になっちゃうわけだし。けどまあ、あえて比較対象があるとしたら、自分の旧式のモビルスーツになるのだけど。これもまた後付けが多くてねー。またか。まあでも良いのよ。そうやって楽しんでるのだから。そんなわけで、とりあえず一番最初の原作にあったものだけを紹介すると、ザク、と呼ばれるモビルスーツは2種類。このザクの前のタイプ、通称旧ザクと呼ばれるモビルスーツね。名前はザク1ね。性能はこんな感じ。出力が 899kW で、重量が65トン。水力が 4700kg で、装甲が超高スチール合金ね。ふむ、全体的に強くはなっているのか。あ、でも結構重くなってるな。そうねー。他にも、性能向上のために動力パイプを外部に露出させた、というのが大きな特徴のようね。外部に露出させた？どうしたの？いや、動力パイプって結構大事な部分じゃないのか？それを、露出すると性能が上がるのか？ちょっともやっとするんだぜ。そうねー。まあでも、パソコンでも車でも良いけど、ホコリとか汚れとか、防御とかそういうのを考えなければ、外部に露出させた方が余裕ができて、他の大事な部分を内蔵できたりして、性能の向上には繋がるんじゃないかしら。パソコンに興味ない方には分かりづらい例えかもしれないけど、ケースの中に心臓部みたいな大事なパーツたくさんつけて、ハードディスクとかは外付けがメインみたいな。ああ、性能だけを見たら、上がるのか。そうね。こういう時は、仮想敵を想像すると良いわ。仮想敵？そう。例えば、対物ライフルって名前聞いたことない？ああ、名前はどっかで。これはわかりやすい名前で良いわよね。つまるところ、物というか、壁とか障害物をぶっ壊すためのライフルよね。つまり、ザクはなんと戦うつもりだったのか。対難の兵器なのかを想定すればなんとなく見えてくるわ。これも以前の動画で少し解説したことをもう一度言うと、この時期、ザクが戦う相手の地球連邦にモビルスーツはないから、ザクの仮想敵は、宇宙の戦艦と宇宙の戦闘機なのよ。ふむ。となると、敵の戦闘機や戦艦はどういう動きをして、どういう戦い方をするかという話になるのだけど、機
本的には、敵の背後を取り合うドッグファイトでしょうね。この戦いに求められるのは、スピードと旋回力じゃないかしら。スピードと旋回力。なので、とにかくザクに求められたのは、連邦が使う戦闘機と戦える速度と、戦艦を沈められる火力だったんじゃないかしら。ちなみになのだけど、地球連邦の新型宇宙戦闘機セイバーフィッシュ試作機の完成が宇宙世紀71年で、さらには地球連邦の主力戦艦のマゼラン級とサラミス級も、この1年前の宇宙世紀70年に完成してるから、仮想敵は、そのあたりなんじゃないかしら。そうなれば、求められる性能はある程度固まってくるわね。まず、人型である利点として、腕があるからこちらからの攻撃の角度はかなり自由ということよね。で、相手は戦闘機と戦艦だから、攻撃の向きや方向がある程度決まっているわけで。となれば、敵が攻撃してくる方向に向かうなら盾構えてやよいのよ。肩に装備している盾を前面に出して、そうすれば被弾箇所も大きく減らせて。戦闘機には腕も足もないから、横波の攻撃とか、複数の角度からの攻撃対策は優先度が低かったんじゃないかしら。ボクシングで言うなら、フックやアッパーはないみたいな。野球で言うならカーブもスライダーもフォークもないみたいな感じかしら。戦艦だってそうよね。近づいちゃえば取っ組み合いなんてありえないのだから。とにかく、連邦の戦艦と戦闘機を相手にするために、ザク。というかジオンの正式量産モビルスーツに求められたのは、長時間、スラスターを吹かせて速度を維持し続けるための、出力と水力だったのかなと思うのよね。そんなわけで、脆い部分を露出させてでも、対戦闘機、対戦艦を考えたら、速度の方が、それも、単純な加速というよりも持続力的なものを求められたんじゃないかしら。宇宙では戦闘機の戦い方を、ザクはする必要があったのよ。ふむ。そうして、ザクは盾や肩のスパイクを使って、時には体当たりをしたり、反撃が一切ない格闘戦をしたり、戦艦の死角に入り込めば、戦闘機のような一撃離脱のような真似をせず、取り付いてヒートホークで攻撃できたし、動力パイプが露出してしまう、というデメリットよりもメリットの方が大きかったんじゃないかしら。ふむ。そして、武装の方もこんな感じ。ヒートホーク、マシンガン、バズーカね。そして、他のジオン軍が使った兵器の数々もね。シュツルムファウストっていう使い捨てのロケットランチャーとかもあるし地上用の兵装もあるし、弾薬の改造で、ガンダムの装甲もえぐれるザクマシンガンとかも作られたりしたわ。おお、すごいんだな。貫けはしなかったんだけどね。けどやっぱり、初期の装備も目的がはっきりしてるわよね。戦闘機にはマシンガンがメインで、戦艦にはバズーカやヒートホーク。用途がはっきりしてるわよね。でもな。この後連邦は、モビルスーツを開発して実戦に投入するんだろ？やっぱちょっと不安なんだぜ。そうね。不安に思うのは正しいわ。実際動力パイプ露出は、多分長い目で見れば大失敗よ。そこも踏まえて、ザクは本当に傑作なのか、名機なのかを考察していきましょう。さて、まず最初に言っておくけど、ザクが名機で傑作機であることに異論はないわ。じゃあなんでこんなタイトルを。そこなのよ。ザクに対して私が違和感を覚えるのは、というと、評価、混ざってない？混ざる？最初のモビルスーツという、新しい戦術や兵器への評価と、歴史的な評価と、ザクそのものの評価が、ごっちゃになってない？ザクはすごい、の評価の中に、ジオンの技術者への評価が混ざっちゃってない？むむむ。まあでも、気持ちはわかるのよ。パイオニア。つまるところ開拓者とか先駆者というのは、その人個人の評価と、成し遂げたことや発見したものへの評価とで混ざっちゃうのが常だしね。そんなわけで、ちょいとばかし考察をしていきたいのだけども。ねえマリサ、私さらっと流しちゃってるけど、ザクの装甲に使われてる素材、超硬スチール合金ってなんだかわかる？おお、そういえば気になっていたんだぜ。ガンダリウムとかはなんとなく特別なんだってわかるんだけど、超硬スチール合金ってのはなんだ？何かしらね。いやね、ガンダムとかに使われているガンダリウム合金に関しては結構いろいろあるのよ。ものすごい硬い。しかも軽い。けど加工が難しい。激レア。お値段高い。手に入りにくい。みたいにね。けど、超硬スチール合金って今までガンダム作品でもそんなに注目されたことがなかったような。もし、書いてある資料があったらごめんなさいね。ただまあ、これ使ってるのは古いジオンだけだから、そこから見るに多分性能そんな良くなくて、将来性みたいなものもないんじゃないかな。とは思うわ。現実の話でも少し難しくてね。連邦の、ガンダム以外の量産機は主にチタン系合金や、チタンセラミック複合材っていう素材なんだけども、チタン合金そのものが、まずチタンと他のを混ぜた金属のことだし、セラミックってのも、昔は陶器とかのことだったけど今では結局いろんなものを混ぜ合わせたもののことだし、複合材ってのも、その材料を強化するために複数の材料を合わせることだから、つまるところ、いくつかの用語を削ぎ落として無理やり翻訳すると、超硬スチール合金とは、スチール。つまり鋼の加工品で、チタン系合金とチタンセラミック複合材とは、チタンの加工品ってことよね。
まあ、そのまんまなんだぜ。何を混ぜてるかとか、比率などで硬さって全然変わってくるのだけども、さすがにその資料はないと思うので、この考察は、鋼とチタンの比較から導き出すしかないんじゃないかしら。ふむ。で、現実だと鋼と比べてチタンの方が、硬くて、軽くて、でもコストがかかって加工が難しいって感じなのよね。おう、チタンの方が強さだけなら上なのか。何をもっての強さ、と考えるのも難しいけどね。ちなみに、ガンダリウム合金ももともとはルナチタニウムという合金よ。これも、チタンに特殊な改良を施した合金ね。いわゆる、私たちの世界にない希少な不思議金属が宇宙で取れて、それを月で加工してたからルナチタニウムという名前だったみたいね。そういう部分から考えていくと、ジオンにはシンプルに、お金がなかったから妥協したってことなんじゃないかしら。お金。本当はチタンを使いたかったけど、仕方ないので鋼を自分たちのできる限界まで高めて、ザクの装甲としたんじゃないかしら。ちなみに余談だけど、ザクの最終生産型と呼ばれるザク2階の装甲は、ジム以降の連邦系と同じくチタンセラミック複合材よ。あら、そうなのか。そして前半で解説した、ザク2は動力パイプを外に出した経緯などから踏まえて、ザクって、おそらくもうドン詰まりだったんじゃないかしら。ドン詰まり。つまり、ガンダムの1話の時点でザク2はもう限界がきつつあって、これ以上強くするならザクの改良よりも、ドムとかゲルググみたいな、別物を用意しないといけなかったんじゃないかなと。おそらく本当は使いたかったチタンセラミック複合材ではなく、超高スチール合金だったのと同じ理由で、ザクはジオンの全力疾走の限界値だったのよ。つまるところ、超高スチール合金も、そしてそれを使わざるを得なかったザクも、もうほぼ限界というか、将来性がない状態だったのよ。将来性。実際、ジオンがグフを作った理由もそれみたいだし、さらにはドム、ゲルググと、ザクではないモビルスーツばかり出てきたわよね。連邦の量産モビルスーツ、ジムはジムの次もジムだったけど、ザクの次はザクが無理だったのよ。いろいろあがいては見たけど、無理だったのよ。連邦は、とにかく大量生産のために装甲の質を落としたりしてジムを増やして、よし、パイロットも育ってきたし、ジムも安定してきた。ではここでさらに強化したジム。ジムにジムにジム。これも強いジム。ってできたけど、ジオンは、ザクがすでに限界すぎて、ザクにザクを繋げられなかったのよ。さらに言えば、超高スチール合金もここでついえちゃうけど、チタンセラミック複合材は、ずっと使われ続けて、一応現在確認されている限りだと、その系譜は、ここまで続いてるわ。これは、宇宙世紀153年の時代。つまりザクが活躍していた時代の70年ほど経った時代でも、チタンセラミック複合材は改良され続けてるわ。名前は、ハイチタン合金ネオセラミック複合材。なんか超スーパーすごいみたいな名前。ジム系統だって、ジェガンが出てくるまではずっと主力であり続けたのだから。私の思うに、ザクの評価には最初のモビルスーツという歴史的価値とブランドによるものが大きくて、単純なモビルスーツとしての評価はだいぶ落ちるんじゃないかしら。最初のインパクトで、ザクはすごい、ザクは優秀ってイメージがついてたけど、後になってよくよく考えたらそこまででもないな。みたいな。ザクは汎用性が高いとは言われてるけど、そもそもザクしかないんだからどこだろうとザク使うしかないわけで。で、ザクでは対応できないから地上用ザクが作られて、でもやっぱダメだったからグフが生まれて、ドムやズゴックやゲルググが作られていった経緯を考えると、汎用性が高い、に関しても、どこでもバッチリ戦える、汎用性が高い、ではなくて、まあ、使えなくはないよ。汎用性？まあ、あるんじゃないかな。くらいのもんだったんじゃないかなと思うわ。つまり、あまり優秀じゃないってことか？いいえ、ザクはとっても優秀よ。十分名機だし、傑作機だと思うわ。あれ？ジオンが作ったにしてはね。って感じなんじゃないかしらね。ジオンが作ったにしては。ひどい言い草なんだぜ。優秀ではあるんだけどね。一つの大きな目的があって、それを達成するために、継ぎ足すだけじゃなくて削ぎ落として、削いで削いで、特化させて生まれたのがザク2なのだと私は考えるから。これで勝ててれば、名実ともに最優秀モビルスーツだったのよ。でも負けたから、つまり結果論で言えばザクは失敗作で、敗因の一つになってしまったのよ。結果論か。実際、ザクは宇宙では無双したけど、地球侵攻してから、もちろん連邦が頑張ったのもあるし、当たり前っちゃ当たり前だけどジオンが地球エアプだったのもあって、8ヶ月も膠着状態になっちゃったら、もうダメよ。そいでそいでほぼ限界値のザクで8ヶ月も停滞したら、あっという間に追い抜かれちゃうわ。ウサギとカメみたいなもんかね。ウサギみたいに余裕ぶっこいて寝ていたわけではないというのが違うけどもね。ザクは、全力疾走してこれだったのよ。負けるべくして負けたモビルスーツなのよ。悲しいな。さて、今回の動画はここまでよ。チャンネル登録と高評価もよろしくね。他にも、小説家になろうなどのネット小説サイトに、いろいろ投稿してたりもするから応援してもらえると嬉しいわ。
それでは、ぜひまた見てね。またななんだぜ。